今週もそろそろ終わりの時間ですが、今回は選曲衣装にテーマを分けて春の発表会紹介しましたが、今日は若菜の発表会の衣装を紹介してもらいましょう。はい、わかりました。コスチュームビートチェンジと、こちらが上賀茂校の幼児クラスの衣装なんですけど、はい、初めにその幼児の衣装を探して、まとめて似てるのがこれやったんですけど、その幼児の探しても大人のがないので、ちょっと似てるやつを探したっていう感じの衣装になっています。はい。それで真ん中は河原町の衣装なんですけど、下のサレールはもう絶対これにしたいと思ってたんですけど、その上に合うのがちょっと難しくて、戻ってる時に中の金を下のズボンの金と似てるようにして、踊ってる時にチラチラ見せようかなっていう感じにしました。はい、はい、それでこちらがインストショーもにも使わせていただいたんですけど、ももクラスの衣装なんですけど、ちょっと下のズボンがちょっと違うんですけれども、これはちょっと女のかっこいいところを見せようかなみたいな感じの衣装になっていると思います。はい、若菜良かったですね、ありがとう。来週はゆきの衣装をチェックしましょう。はい、わかりました。ということで、ビートライブ TV はこれからもストリートダンスの楽しさと素晴らしさを伝えていきます。ビートライブ TV、 土曜日はダブルダッチイベント、ブリリアントナイトイースト、そして日曜日は烏丸十条チョコレートホールでナンバーワンダンスバトル、みんなで見に来てね。来週のビートライブ TV は構成演出にこだわったクラスが登場します。お楽しみに。